ワシントン、CNN トランプ前大統領は12日、移民関連の会合で一部の国を便所のような国と評したことを否定した。また、被災国などの出身者の保護資格に関する協議から、ハイチ人を除外するよう要求したことも否定した。議員らとの会合では、幼少時に親に連れられて、米国へ不法入国した若者の強制送還を免除する措置、デカ、ダカをめぐる、超党派の案が示されたが、トランプ氏はこれを拒否していた。トランプ氏は今回ツイッターで、デカ関連の会合で、私が使った言葉は厳しいものだったが、この言葉は使っていない。本当に厳しいのは、とんでもない提案が示されたことだ。デカにとって大きな後退だと述べた。この後には、ハイチが非常に貧しく、問題を抱えた国だということ以外、ハイチ人に関して侮辱的なことを言ったことは一度もない。除外しろなどとは決して言わなかったと主張。民主党関係者のでっち上げだとした。ホワイトハウスのシャー報道官は11日夕の時点で、便所のような国との発言があったことを否定していなかった。民主党のディック・ダービン上院議員は、問題の発言があったことを確認。トランプ氏は、こうした憎悪に満ちた内容を再三にわたり述べていたと。述べた。一方、移民問題で強硬姿勢をとる、共和党のトム・コットン、デイビッド・パーデュー両上院議員は、大統領が具体的にこうした発言を行ったことは、記憶にないとしている。会合の状況に詳しい情報筋が、CNN に明かしたところによれば、大統領は、ハイチ人に言及してこの言葉は使わなかったものの、抽選制の多様性ビザプログラムに関する会話で、アフリカ出身の人々に言及して、便所のような国から来ている述べたという。大統領はまた、ハイチ人の受け入れを増やす、必要性に疑問を呈し、超党派の政策案から除外しろとも迫った。ダービン議員や他の共和党議員から概要を聞いた共和党のジェフ・フレーク上院議員はこのための発言があったことを CNN に確認した。ダービン議員も米 MSNBC テレビに対し、アフリカからの移民の話で、便所発言が繰り返されたと語った。トランプ大統領はツイッターで、壁建設の予算も適切に確保していないのに米国は、犯罪率の高い国々から、多くの人々の受け入れを強いられていると説明。能力に基づく移民制度を導入し、米国を発展させる人材の受け入れが望ましいとの見解を示した。